それでは、計算基礎学1の第2回の授業を始めたいと思います。まず、第1回、前回のまとめです。前回は、コンピューターの基本構成、それからコンピューター内部の紹介を行いました。そして、メモリの配置と容量について説明しまして、その中ではメモリ容量の単位ですとか、それからバイト、ワードといったような言葉について説明をしました。今日の内容ですけれども、計算機上での数値と数式の表現ということで、テキストでは大体12ページから14ページの内容を扱いたいと思います。それでは、まず数値の表現ということで、テキストのセクション 2.1 から始めたいと思いますので、必要な人はテキストの方もご覧ください。まずテキストの12ページにあります数値の表現です。で、例えばビットですとかバイトですとかワードといった概念については前回紹介した通りです。で、ここからは一応1ワードを N ビットということで話を進めたいと思います。で、そして加減乗除などのですね、基本的な演算をですね、ワード単位で考えるということをします。ですので、1ワードずつの数ので、何回その加減乗除を行ったかというようなことで、その計算量を見積もるということをしていきたいと思います。で、ここではあまり詳しく触れませんけれども、結局、その我々が計算機で扱うデータというのは、最終的にはこの数値として計算機上では扱われるわけでして。で、そのデータをですね、数値に直す方法っていうのは、いろいろありますので、ここでは詳しくは述べませんけれども、要はその符号化ということを行いまして、データを数値に置き換えて、その数値の演算でいろいろな処理をするというのが基本です。ですので、ある例えば文字ですとか画像を表す符号と、それから数値の間には1対1対応があってですね、大抵は1対1対応で、いろいろ処理を行うということに注意してください。そこで、基本的な前提条件をまず確認した上で、セクション 2.2.1 の整数の表記のお話に入りたいと思います。特にここではその2の歩数と呼ばれる方法について紹介をしていきます。整数の表記ですけれども、大前提としては、現在、ほとんどすべての計算機ではですね、2進法、バイナリーディジッツで数を表しております。大昔は2進法以外の数を扱った計算機も歴史的には存在していたようなんですけれども、現在はほとんどすべての計算機が2進法で数を表すと、考えて差し支えないと思います。で、ここからは、一応先ほどワードとビットの話をしましたけれども、1ワードは32ビットとして話を扱っていきます。で、そこでまずその整数をですね、この計算機上でどのように表現するかということで、当然、0か1の並びである整数を扱うわけですけれども、まず最初に紹介するのは、この符号なし整数と。アンサインドインテジャーズと呼ばれる表し方です。で、ここに表しましたのは、箱が並んでいると思ってください。32個の箱が横に並んでいて、で、そこの箱の一つ一つの箱に、2進数の0か1が入ると思ってください。ですので、右側から番号、その箱に番号を振るんですけども、B の0、B の1と番号をつけていって、一番左は B の31になるように、それぞれの箱に名前を付けています。すなわち、箱の中身の数値をですね、B の31が1だとか0だとかっていうふうに値を与えることにします。で、今はですね、V をある整数としたときに、この V をこのメモリの箱でどう表すかっていうことなんですけれども、こちらにありますように、この32桁並んだ数をですね、32桁の2進数と思ってこう表すというのが、
よくあるその符号な指定数の表し方です。すなわち、その B の J ですね、このそれぞれの箱の B の J には0か1の値が入るんですけれども、その B の J の桁がですね、この2の J 乗を表すと。例えば、B の0っていうのは、2の0乗ですから1の位を表すわけですね。それから B の1は、2の位を表すと。B の2は4の位を表すと。B の3は8の位を表すという形で、まあ、我々がいつも使って十進数と同じことを、こう、2の何乗で表現するというのが、まあ、この符号な指定数の基本的なアイデアです。そうしますと、まあ、例えばなんですけれども、左側は2進数、それから右側は10進数を並べたものです。ですので、まあ、0と1は2進数と10進数では表現が等しいですけれども、例えば10進数の2は2進数だと1、0というふうな形になっていて、まあ、2進数ですと、まあ、1と0 の、桁だけがずっと並んだ数になります。で最終的に、今32ビットですから、32桁、全部1になっているような2進数っていうのは、10進数で表すと、これは2の32乗マイナス1で、まあ、こういう数を表すというわけです。まず、これが、計算機で、まあ、使う一番基本的な整数として、まあ、符号な指定数ですね。これを、紹介しました。で、まあ、符号な指定数は確かに使えるんですけれども、世の中には、負の数っていうのも存在するわけでして、こう、負の数も扱えないと、ちょっと計算機で扱えないと、ちょっといろいろ不具合があるわけですね。例えば、まあ、身近なところですと、お金の勘定をするのに、まあ、収入は正での値で、支出は負の値でってしないと残額が計算できませんから、あとは、まあ、皆さんのなんかゲームやってて、ポイントを記録するときも、その、まあ、得失点差とかですね、そういったことで、負の数も扱えるようにしたいということで、そこで、符号付き整数というのも扱います。まあ、これサインインテジャーって英語で呼ばれますけれども、これはそのどういうことをするかというと、その符号な指定数に、まあ、正の数か負の数かどっちだっていうその符号の情報を加えるということを考えるわけです。で、その符号の情報はどこに加えるかというと、この大抵はこの一番左側にある、B の31と呼ばれる符号ビットですね。ここに符号の正か負かの情報を、まあ、加えましょうというわけです。で、まあ、この B の31のビットはよく符号ビットとも呼ばれます。で、ここからはその符号付き整数の表し方として、主な表し方として、2つの表し方を紹介します。まず1つ目はその今述べました符号ビットによる表現ですね。それから、2つ目は、まあ、今日の一応メインのトピックの一つなんですけれども、2の歩数による表現です。そこでまず、符号ビットを使った表現というのを説明しますと、これは単純にですね、その B の31を、まあ、プラスかマイナスの符号に割り当てまして、この B の31のビットが0だったら正、1だったら負にしましょうと。まあ、それだけの話ですね。で、残りの B の0から B の30までの31桁を使って、まあ、符号なしの整数を表すと。そうしますと、その先ほどの符号なし整数と何が異なるかというと、1ビット分符号に取られてしまいますので、その絶対値の範囲でその表現できる数がこちら符号付き整数の方が小さくなるという点に注意してください。すみません。ですので、まあ、フォーマルに書きますと、例えば、整数 V、っていうのは、このような形で表しますというわけですね。B の31のところは、このような符号に当てますというわけです。で、まあ、このような表現をしますと、その、まあ、10進数と2進数での対応の仕方ですが、まあ、例えば、まあ、0は、10進数の0は2進数ですと、この全部の桁が0ということになります。で、今度は10進数のマイナス1を表そうとしますと、これは2進数の1ですね。2進数の1に、この符号ビットを1にしたもの。
符号ビットを1にしていればこれは負の数だっていうことを意味しますから、まあ、あの符号ビットを1にしてあとは二進数の通常の1を、の表現を加えたものがマイナス1。以下同じように、234という数にこの符号ビットをあの1にしたものがそれぞれ負の数になるというわけです。で、この符号ビットを使った負の数の表現の長所としましては、あの符号の反転が容易だということですね。例えば、4っていうその二進数の値をですね、マイナス4にするにはどうすればいいかっていうと、この B の31のこのビットを1にすればですね、あっという間にマイナスになるということで、その正の数を同じ絶対値の負の数に、あるいは負の数を同じ絶対値の正の数に符号だけ変えるのは非常に楽だと。いうわけです。で、短所としましては、その負の数の足し算ですね、これが実はやや面倒でして、単純にですね、こうマイナス1を正の数に加えるのに、この表現のものを加算するというわけにはいかないですね。それは我々が十進数の世界で小学校から筆算でやっているような減算の処理が必要になります。ですので、この符号付き整数の、まあ、短所としては負の数の加算がやや面倒だという点が挙げられます。ここまでが符号ビットを使った負の数の表現です。で、次にですね、その2番目の2の歩数を使った負の数の表現について説明をします。で、ここではそのまあ、M という整数、これは整数ですね、整数が与えられたときに、このマイナス M をどうやって表すかっていう手順を次に2つの手順を述べたものです。まず最初の手順では、この M という与えられた数のビット列のビットですね、これをすべて反転します。反転するというのはどういうことかっていうと、1は0に置き換える、0は1に置き換えるということですね。で、それをこう全部の桁でやると、まず。ようですね。で、2番目の手順はですね、それに1を加えるということをします。で、このようにして、その M、与えられた整数 M からマイナス M を表したものを、まあ、2の歩数を使った表現と言います。で、実際に2の歩数でその表された数というのは、どういう、フォーマルにはどういうふうに表されているかというと、このような形で表されています。この B の31っていうのが、実は、マイナス2の31乗に対応しておりまして、でここが、まあ、1ですと、2の31乗を引いたことになっています。で、それに、残りの31桁の二進数を加えた形の表現になっています。で、まあ、ちょっと、じゃあ次にですね、ちょっと2の歩数を作る例を一つ、挙げてみましょう。今回は先ほどまでのその箱のと意味がちょっと違う、あ、いいのかな、これですね。今回はこのような、5ビットの、数をちょっと扱うことにします。ちょっと32ビットだとでかいので、まあ、例として5ビットの数を扱うことにして、まあ、1ワード5ビットとしてですね。で、ここではその数値の部分は4ビット、それから符号の部分は1ビットということにします。で、これで、マイナス9という数を表してみます。まず最初に、正のですね、9っていう数を表します。これはどう表すかというと、2の3乗が8ですね。それから、2の0乗が1ですので、8プラス1で、この9を2進数で表すと、1001という数で表されます。で、次に、この5桁のビットをですね、すべて反転させます。そうしますと、まあ、0が1、1が0になるので、その時の数の表現というのは、10110ということになります。で、最後に、このビットを反転させた数に1を加えます。そうしますと、101111という数になります。で、ポイントはですね、その、なぜ、この10111がですね、もう与えられた Q の表現である01001の、まあ、負の数になっているかっていうことなんですが、よく見てみますと、この括弧1の与えられた数と、それから括弧3の2の歩数で得られた数を加えますと、
これ一番上の桁でも繰り上がってしまうんですけども、その繰り上がりは無視すると、実はこの1の数と3の数を加えるとゼロになるということに気をつけてください。我々特にその大学、数学類ですと、その代数学の勉強したときに、整数の例えばある与えられた数 A の逆減はどういう数ですかっていう定義を思い出してみますと、その元の与えられた数 A に加えて0に等しくなるような数っていうふうにな定義だったはずですよね。群の定義でもいいんですけれども、だから、そういうその加工の逆減っていう定義もしくは性質が反映されているっていうのが、この2の歩数の表現です。ということで、基本的な2の歩数の表現がここまで、で説明したことになります。よろしいでしょうか。